熱用解析層法熱用解析層法は1980年代後半に米国ストラタシス社のスコット・クランプによって開発されたラピッドプロトタイピング 3D プリンターにおける造形方式の一つ。1990年に商品化され商標についてはストラタシス社が保持しているが特許権は2009年に基本特許の保護期間が終了した。 熱化塑性樹脂のフィラメントを高温で溶かし、積層させることで立体形状を作成する。樹脂スプールを造形ヘッド内のプーリーで押し出し、その先のヒーターで樹脂を溶解しながら、押し出された樹脂を造形テーブルに押し付けるように、積層を行う。原理としては溶かした樹脂を積層するだけの非常にシンプルなものだが、熱可塑性樹脂により収縮率、全部を率。 溶解温度などの諸条件が違う上、型を使用しない方式のため作成する形状により、前期条件が大きく変わってくることもあり、実際にはこの方式で立体物を作成するには多大なノウハウと条件データが必要になる。ラピッドプロトタイピング 3D プリンターの造形方式の中では唯一、本物の熱化塑性樹脂が使用できる。積層による作成のため、 成形品と全く同じ物性を得ることはできないが、近い物性を得ることは可能であるため、作成物の用途は非常に広い。ありがとうございます。